はい、皆さんおはようございます。おはよう先生です。今日は Adobe のキャラクターアニメーターでこれを作っていきましょう。イエーイ。で、これが作れればこんなのとか。まもなく次の駅に到着いたします。お忘れ物のないようお降りください。こんなのとか。しないよ。手加減せんかい。で、必須で使うのがキャラクターアニメーターっていうソフトと、フォトショップはもう完全に必須で使います。絶対作ってください。これは作ってください。これはどういうことになるかっていうと、目の範囲になります。目の範囲を指定するためのパス図形になります。英語だと作らないといけない。だけど日本語は英語とね、発音の仕方も違うし、口の形もね違うと思います。で、日本語はどうしたらいいかっていうと、母音の形、あ、い、う、え、おの5つか。5つだけ作れば、日本語で喋ってるっぽくなります。口が合っていくようになります。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まず、キャラクターアニメーターから、これを立ち上げてください。この画面にしてください。この家マーク、一番左上の家マークを押すとつくと思います。で、これデモ版なんだけど、後でゆっくり見てもらうといいけど、こういう可愛い女の子とか猫系、日本でも人気だねとかを使えるようになります。でも今日使うのは一番シンプルな顔を使いましょう。こんにちはこんな感じでできます。今口だけ動いてるけど、この右上のマイクボタンの左、この人間みたいなやつを押すと、ウェブカメラが発生、ウェブカメラついてる人はね、ウェブカメラはがオンになって、そうするとこんな風に連動します。こんにちは、こんにちはってこんな風にできます。で、僕たちはこのデータを使います。このデータを使うためには、チャド君、フォトショップって書いてある、プロジェクトの、プロジェクトない人はプロジェクトを出してください。ウィンドウからあるかな。プロジェクトを出してください。で、チャド君のフォトショップって書いてあるのを、シーンの下ね、の、プロジェクトの一番下、PS っていうマークがあると思うんだけど、この PS マークを押してください。そうすると、フォトショップが勝手に立ち上がります。そして、レイヤーを見てみると、いろいろ英語で書いてます。これ何かっていうと、これ眉毛だね。これ右眉毛。これ鼻だね。で、口が、それぞれ、口がね、A とか、D とか、EA、E か、E、F、L ってね、それぞれ形があります。で、イラストレーターで作らなくてもいい、作らなくても大丈夫なのは、このチャド君の口のデータをそのまま使えば、チャド君のね、この顔さえ入れ替えれば何でもいい。このデータ保存して、チャド君のさっきのキャラクターアニメーターで録画して書き出せばね、使えるようになるから、イラストレーター使えなくても、このフォトショップとキャラクターアニメーターをがの合えれば、こんなことができるっていうことですね。まあ俺ちょっとオリジナリティはないんだけどね、まあこんな口の動き方でいいっていう人はこれでいいっていう感じですね。で、フォルダを見ていきましょう。で、フォルダを見ていくと、このマウスの中に AR の口、R の口が入っているんだけど、2種類入っています。どう違うかというと、ちょっと大きい。ちょっと下を出すっていうぐらいかな。で、これは多分、英語の A の発音で違いがあるのか、声の大きさでね、ちょっと変わるのかわからないけど、あとうだね、うとを叫ぶ単語に関してはそれぞれ2種類のちょっと大きさが違うっていうぐらいの入っています。で、声の大きさで少し変えたいっていう人はこういうやり方でもあるかなと思うんですが、てってれー。はい、前回作ったのはこんな感じで作ったと思います。あいうえお、日本語は母音の口だけで十分っていう話をしたと思うけど、それを含めて9つで F も一応作って
てあるんだけど、まあ、F も必要ないかなっていう感じもします。あいうえおがあれば日本語で喋ってる感じになるっていうのは前回の動画でお話ししました。で今回はそれぞれのこれをさっきの Photoshop データでコピーしていくって作業になります。でまずやることがどのレイヤーでもいいんだけど、今ね四角があると思うんだけど、ここにね左下に適当に四角を作って、これを整列からアートボードに整列を選んで、まあ、端っこならどこでもいいんだけど、アートボードこれ選択して四角を押して、まあ、下でも上でもどっちでもいいんだ、右下どっちでもいいんだけど、端っこに持っていきます。これが印になります。この印で顔を持っていきましょう。顔はどの部分かというと頭と輪郭です。あと耳、これが顔。これと四角を選択して、さっきねチャド君のデータがあると思うんだけど、このデータに貼り付けちゃいます。閉じてこのレイヤーペーストするとこうなりますね。でこのままフォトショップデータのこのマーク、カンバスサイズ、カンバスっていうのはアートボードをね、この四角のところにして同様にこの四角を同じ位置に持っていきます。これの四角が目印になってどんどん貼り付けていくっていう感じにします。で顔ができたから次は鼻を選択します。四角と鼻を選択してコマンド C を押してフォトショップを触ってフォトショップを立ち上げてコマンド V で揃えると。で鼻やったから次、右目と四角をやって、こうしていこう。それぞれやっていってください。はい、それぞれ眉毛、目、鼻で顔ができました。そしたら名前をつけていきましょう。口は一番最後でやります。これが眉毛かな。チャド君のこれが眉毛なんだけど、フォルダ作っちゃうか。フォルダを先に作っちゃいましょう。全部今コピペしたのを選択してフォルダーマーク。そうするとフォルダーの中に入るので、これプラスチャドだけど、オリジナルのにしましょう。OH にして、次がまたフォルダーを作って、次がヘッドって名前だね。ヘッドって名前にしましょう。で、これが、左眉だから、レフト。レフトアイブロウ、アイボウって読むの？で、次が右眉だね。右眉は、プラスライトなんとかアイボウ。で、半角の具合とかもあるから、できるだけコピペをしていってください。自分で打ってもいいと思うんだけど、一応念のためにって感じです。で順不動、順番はこの通りじゃなくても大丈夫です。でマウスは反対で、目もチャド君の見ようか。目も実はこうチャド君の見ると閉じてるやつ、あとねライト目玉だね、目の黒と、あとチャド君は目の範囲をこう指定してるんだけど、僕のはないよね。僕のはないんだけど、前回これ作った時に透明だけどちゃんと丸は作っといてください、これが目の動きの範囲指定になりますって言ってたよね。で透明だけどこれが目の範囲になります。それぞれね。こっち、ちょっとこっちにしようかな。
で、色は白にしてください。これに顔に肌の色をつけてる人は肌の色なるべく消えるようにしてください。まあ、チャドクみたいに、これに線幅つけるのもありっちゃありだけどね。僕の場合は丸眼鏡でごまかしてますけど、ごまかすって言い方あれだけど、こんな風にするとこの範囲で動くと。でも今回裸眼の人向けにちょっと作ったので、その時は顔の色に合わせて作るという感じです。でこれも選択して同じように貼り付けます。目隠れたね。はい、貼り付けました。こんな風に隠れてますね。これが右範囲とか書いておくか。これが左範囲。白いからね、ちょっと分かりにくいね。あとマウスだけだね。口をやっていきましょう。口がめんどくさいですね。で、2つあるときは、コピーしたのをこのレイヤープラス、四角プラスって書いてあるところに持っていくと同じレイヤーコピーされるので、同じ口の時は W となんだっけ、 UH が同じ口なのでこうすると。そうしたら作業が早いですね。はい、できました。できましたね。できたらこの左下のを全部消しましょう。全部レイヤー1個ずつ選択して1個ずつ消していきましょう。で最後に体です。体もこうやってコピペしてこうやって持っていきます。で同じように同じ位置に行くんだけど、体だけはこの OH フォルダーの中に入れてもいいんだけど、ヘッドフォルダーの外に、中に入れないで外に入れましょう。OH フォルダーの外に入れといてください。なんでこうするかというと、体は動かさずにしたいためです。頭だけ動かしたい。ちょっとやってみようか。記事でやってみますけど、こんな風な感じ顔だけ動いてた今。よいしょ。こんな風な喋りにしたいから、体はビッと止まっている風にしてください。してほしいです。なのでヘッドとはまた別のフォルダーに入れると、別にするという感じです。これで OK です。これで今 chad.psd になっちゃう。で保存しちゃうとチャド君のデータが消えちゃうので、まあ今消してないからあれだけど、と混合しちゃうので別名保存して、バックグラウンドなのかパソコンなのか自分のいつもやってる保存の仕方で名前つけてやってください。でできたら次行きましょう。はい、キャラクターアニメーターに戻ってきました。今チャド君映ってますね。チャド君映ってますが、新規プロジェクトを作ります。でプロジェクトの中に、はい、さっき作った PS データを押すとこれだね。さっきまで貼り付けていた Photoshop データを取り込みます。ダブルクリックして選択すればここに入るはず。でこれをこの一番下にパペットをここにドロップしてシーンを作成って書いてあると思うから、ここに持っていきます。じゃん、こんな感じになります。あれ、体が一緒になってるな。ってなったら、フォトショップでなって、フォルダー入れない方がいいんだね。よいしょ。フォルダーから出しましょう。
はい、フォルダーから出すと体が動かずにこんな感じになります。で、今ね、目が目がやばいよね。目がやばいからちょっと変えよう。ちょっと変えたいので、 OH プロジェクトの OH を触って、触るとパペットのところにがいろいろガーって出てきますね。で、使うのは顔のまぶた強度にすると、今強度めっちゃ強いよね。うんぎゃーうんぎゃーってなってますけど、これを10とかにするとまあだいぶ落ち着くね。だいぶ落ち着く。で、眉も今これ一緒に動いてるよね。で、チェック外すと、うん？何それってなります。で、これ今ちょっと眉毛高いかなと思ったんだけど、これもフォトショップで調節すると下がるようになります。で、次にちょっとね、体に対して顔が動きすぎだという時は、頭の位置強度かな、50、そうだね、これだこれだ。頭の位置強度にするとだいぶ動きが落ち着くかなと思います。これでだいぶできたね。てか、もう完成ですね。ここまでできれば十分このキャラクターアニメーターをできるようになったかなという感じです。あとは他のイラストで自分で描いてね、作ってみて、口だけまたいろんなバリエーション、あいうえおの口を作っていくと、それで貼り付けてやっていけば、こんなオリジナルのキャラクターになりますね。で、いつも僕が右下でやっているのは、はい、皆さんおはようございます、おはよう先生です。音声データ、まあスマホで音声データを取って録音してパソコンに持っていったものを、こうやって音声データをプロジェクトに読み込ませて、ここにあるね、これをタイムライン、録画モードのタイムラインに持っていきます。で、ここにね、音声データ入ったと思うんだけど、これを選択してタイムラインの新オーディオからリップシンクを計算で押します。そうすると計算します。計算してくれて、今僕喋らずにやるね。おめでとう、レベルアップだよ。おめでとう、レベルアップだよ。こんな感じで口を計算してくれます。で、ここで口数がちょっと少ないなとか、口数がちょっと多いなと思った時は、環境設定、このマーク、なんか走ってるライブストリーミングなんちゃらかんちゃらっていうのが出たと思うけど、これを押すとリップシンクっていうのに選択してください。そうすると後継数、後継素の検出って言って、口数をどうするかっていうのが出てくるので、小にするほど少ない、大にするほど多い。一回大にしてみようか。で、どうなんだ、これで明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。で、もう一回計算してもらおうか。対応はちょっとしてないみたい。どうだろう、うまくいくかな。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。うまくいったね、うまくいきました。今みたいに明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、口数が多くなります。口数が多い方がちょっと喋ってる風な感じはするね。で、これで書き出しでアルファを含んだビデオメディアエンコーダー経由でっていうのにを選んで、メディアエンコーダーを勝手に立ち上がるから、そうしたらエンターをそのまま押すと、そうすると動画ができます。で、アルファを含んだ動画だから、これに動画編集ソフトなのか、 Adobe だとプレミアとか、アフターエフェクトで重ねて、後ろの背景作ったね、重ねてそのまま使うことができます。で、こう今口だけだけど、ウェブカメラと自分の動きと同時にね、僕が冒頭でやったみたいに
うるさい。僕は冒頭でやったみたいに喋りながら口とか目を動かしたい、動かしながらやってみたいっていう人は、この録画ボタン、ストリームとかにした方がいいかな。ストリームの方が分かりやすいかな。このね、録画とストリームのあれが分からないんだけど、録画ボタンを押します。そして今回ね、年賀状を作るってことなので、明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますっていうようなことを喋りたいと思います。で、ウェブカメラに向かって基本姿勢を設定を押します。押すとちゃんと一瞬してくれます。これで顔認識してくれるんだけど、してくれたら録画ボタンを押します。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします。で、撮ったら確認しましょう。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いしますって感じでなります。エンターじゃなくて、これなんだっけ、細長いボタン細長いボタン、一番下にある細長いボタンを押したんだけど、そうすると再生になります。今年もよろしくお願いします、目の動きとかね。明けましておめでとうございます、今年もよろしくお願いします、顔の動きとか録音されました。そしたら白いの持ってって、さっきと一緒、アルファを含んだビデオをメディアエンコーダーで読み込みます。ちょっと置き換えるね、今回置き換えます。で、選択してエンターで書き出したら、プレミアを立ち上げます。プレミアムを立ち上げたら、新規プロジェクトから、名前何でもいいんだけど、 OH アニメータープロ、僕はプロ OH プロアニメーターとかにしました、何でもいいです。そして OK を押したら、この画面が出てくると思います。で、この画面が出てきたら、プロジェクターをダブルクリックすると、書き出したもの、あとね、年賀状の背景をあらかじめ作ったんだけど、これ今までこのアイコン作った人なら誰でも作る、四角作って丸作って、ここにバンクシーのネズミいるんだけど、まあなくてもいいですっていう感じ、これ趣味だから。で、できたらこの2つ、プロジェクトのこの2つを選択して、このタイムラインって書いてある一番下のところに持っていきます。そのままね、そのまま持っていくとこうなるから、これ映像、青いのは映像ね。で、下に潜り込ませる。で、キーボードのこのボタンを押した方がいいかな。再生ボタン。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。確認します。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。で、できたら文字を入れましょう。この今書き出した動画の頭の上に文字を入れるのは、この T ボタン。T ボタンで、ハッピーニューイヤーってこう、このプログラムをに直接クリックすれば文字が書けるようになります。で、フォントは概要欄に載せときます。フリーフォントで、ミッキー用のに作られた、ミッキーのロゴ風に作られたロゴで、半角かなにするとミッキーのマークが出てきます。だから冒頭にミッキーのマークとかつけとくと、ネズミ年だからね、ネズミ年だからです、今更だけど、ネズミ年だからミッキーです。で、これをキャプチャーできるんだよね、キャプチャーできるんですよ、どうせならこれ笑った顔がいいね。で、キャプチャーするにはこのフレームを書き出しボタンを押すと、このワンフレームだけスクリーンキャプチャーみたいな感じビシャって撮れます。これを、グラフィックとして印刷するのも OK だし、 LINE って送って QR コードね貼り付けるっていうことも OK です。一応撮っておきましょう、書いたら撮っておく。で、打った文字はこのね、下のタイムライン今見てレイヤーで重ねてください。そうすると、明けましておめでとうございます、
今年もよろしくお願いします。できたね。で、余分なところは全部選択してコマンド K にすると切れるので、そのまま消します。で、シフトを押して矢印の上とか下を押すと最後と最初でこう選択できるので、下を押して最後を選んで、このマーク、アウトマークを選んで、選ばなくてもいいんだけど、一応やって書き出し、メディアで Q を押すと、はい、エンコーダーが立ち上がります。で、 LINE で送るならどれなんだろう、わからんな、まあ、Twitter で送るなら TwitterYouTube で上げるなら YouTube 用の、プリセットブラウザーがあります。どうしようかな。何でもいいと思うんだけど、Twitter にしようかな。Twitter でも、このまま持っていく。で、再生ボタンを押す。そうすると Twitter 用に書き出してくれます。YouTube 用にしたいときは YouTube 持ってって書き出すと。そのときは、注意してね。名前注意してください。で、出来上がったのがこれです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。はい、で、できたら書き出し終わったら、概要欄にあるこの URL、検索するにはこのタイトル Maybe いいそれか QR コード動画、半角動画で、Google 先生に聞くと多分このサイトが出てきます。このサイトは何かというと、QR コードを作ってくれる、無料で作ってくれるサイトです。あ、これ教えてくれないんだ。で、登録せずにも使えるので、気軽に使えます。アップロード、さっき書き出した動画を出ます。で、タイトルつけるならタイトルつけて、あとパスワードなしのがね、便利だよね。はい、QR コードが完成しました。これを、まあ、PDF なのかこのまま持ってってもいいし、で、イラストレーターを立ち上げましょう。イラストレーターを立ち上げたら、新規から新規またはドキュメント設定アートボード編集から 148×100 がハガキサイズだからを選択してください。で、選択できたら、プレミアムの途中で一回画像保存したと思うんだけど、それを保存します。これをピッて持ってきます。で、ピッてやっただけで、今の解像度がどれくらい、ハガキに対してあるかわかると思うんだけど、かなり大きく、データ上かなり大きく保存されているので、多分ね、これを縮小して印刷するとしても綺麗に印刷されると思います。よいしょ。 LINE とかで送るっていう人は、まあ、ハガキにこだわらずね、やってもいいし、まあ、LINE が一番いいんじゃないかなと思うけど、 QR コードね、さっき作った QR コードをドンと顔に載せるとか、あらかじめプレミアに持っていく前に作っていた、データをそのまま流用して、こんな感じでね、流用して貼り付けておくと、これなんやねんってこれなんやねんってなるよね。これなんやねんと思って QR コードを読み込むと、さっきの動画にが出てくると。そうすると面白いかなと思うし、こういうのもね、こういうのもありかもしれませんね。うんうん。はい、いかがだったでしょうか。年賀状をね、最終的には作っていきましたけど、まあ、本来の目的はこのキャラクターアニメをちゃんと使えるようになるための動画になっています。前回がイラストレーターで素材作り。で、今回が素材を作ったものにフォトショップで貼り付けてアニメーターで動かすっていうところまでやっていきました。全部できた人いるかなちゃんと伝わればいいんだけど、まあ簡単に言うと顔を作って口をあいうえおの母音の口を作ると。で、それをフォトショップで貼り付けてアニメーターで読み込ませると、口が勝手に計算して話したような口を作ってくれる。こんな風にね、今喋ってる感じで
見えると思うんだけど、こんな風にしてくれるっていうことですね。でやりながら口を微調整して保存し直せばパッとね切り替わるからね、アドビだから。そういうちょっとした変更も可能なのがいいところかなと思います。で来年はいよいよ AR ですね。 AR がもう簡単にできるようになっていくし、1年も経てばいろんなね技術とか見せ方が出てくるので、今 Facebook と Instagram 用の AR 技術はもうソフトとして出てるんだけど、まあ、ちょっと難しい。簡単にはできるんだけど、そんなに難しい、簡単なことはできるんだけど難しいやってくれる人が少ない。あと出落ちみたいな部分ちょっとあるので、でちなみにこの間の Adobe のイベントでこんなのが出ました。はい写真自体がコンセント自体が喋ってたねこんな技術もこれからできるようになるみたいなので、まあ今回ねキャラクター、自分のキャラクターを喋らせるっていうのがやっていきましたけど、今度は撮った写真を動き出す、まあそれこそ年賀状用に使える技術が来年はできるかなと思います。あと AR だね。 AR が自分のデザインがね、で AR デザイナーっていうのもこれからできるのかなと思ってすごく楽しみですね。まあいち早くやって勉強したいなと思っております。その時はまた動画作るんでぜひご覧ください。ではチャンネル登録と高評価、あとコメントしてもらえるととても嬉しいので、コミュニケーションを取っていってもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあまた、バイバイ。